頼む。オラを魔法で生き返らせてくれ。無理じゃない？え？誰？なんかおるんやけど。あ、でも影は見えるんやな。しかし透き通る。あの誰ですか？え、お話で話せない？喋れる？もしかしておめえ、オラの姿が見えるごろ？幽霊？本当に見えるのならオラの後ついてくるごろ。ほう、なんかどっか行ったぞ。待って待って、ついてくついてく。またこいつおるやん。違うやつかもしれんけど。上？若干視界から外れていくけん、ちょっとわかりづらいけど、でもキラキラ残してくれるけん。多少なら、ちょ、待って、敵出てくるんかい？やめてよ。ここは安全地帯ではないのか。何？どこに行くの？ええー、焦るのでやめてください。こういうのも見えるんだな。なになに？なんで一回止まったの？え、いないけど？降りられるのか。あ、なるほどね。効果が切れとったんか。びっくりした。なんか埋もれとると思った。まだ出てくる直前やったんか。あ、これ戻っていきよる感じ？そういうことやんね。あ、邪魔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 。見えなくなるのでやめてください。ついてこないで。うわぁ！なになになに、どこ行くの？ん？行き止まり？ではないのか。ちょいちょい止まるね。まあ、ちゃんとついてきよるかどうかを確認してくれよるってことかな。もう山小屋まで戻ってきたよ。鍛冶屋さんのとこ。え？上に行ったな。これを登るってことか？え、上がらせてくれー。待って待って待って、上がれないんですけど、あの、上がれないんですけど、ちょっと待って、違う、あそこに、待って、ちょっと待ってて、あそこにフクロウのこいつ切っとこう。いつでもここまで飛んでこれるように切っとこう。これであれやろ、次からまた時間を戻してもここに一瞬で飛んでこれる。ちょっと待って、飛んでいきたいんだけど。あ、待って、最初にちょっと読んどこ。え、読ませてくれ。この池水難事故防止、泳げないゴロンは近くで遊ばない。私ゴロンじゃない。いけないのか。おお、いけた。危ねえ。あれ？あれ？あ、そういうこと？このはしご自体も見えんやつなんや。はしご消えたーって思った、今。そんなことあります？え、なに？どこに行くの？これ。あ、こっから上に上がれる、また。周りが見渡せないんですけど。掴んでる状態じゃ。こうか。もうだいぶ時間経ったけど。え？ここではない。やべえな。ちょ、魔力が切れてきた、切れてきた。こっちか。ちょ、魔力が切れてきたよ。お願い、上までは行かせてくれ。ねえ、魔力がなくなった。
私の魔力がなくなったよ。誰か、あそこ以外に通り道はないんすか。この先スノーヘッド、滑りやすい谷道と暴走雪玉に注意。暴走、うおーい、ここごろ、ここごろ、た、高いところから突然で悪いけど、頭にカエル乗せてる？ほら腹減って、ここ動けなくなっちまった頃。どうすればいいんすか？うー、寒い頃。あー、腹減って死にそうだ頃。死ぬ前にもう一度食べたかった。硬くて歯応えがあって、あの味が忘れられない頃。わからねえよ。そんな食べ物いっぱいあるよ。さあ、行こうぜ。行こうぜ、行こうぜ。結構早く行かんと。ね、絶対途中で切れるよね。危険、危険。でも落ちた時もだいぶ高い位置から落ちたような気がするけん。ね、もう結構登っとったよね、あれ。この上まで登ってしまう前に、この道が合っとるんかどうかを知りたいんですけど。じゃないと、ここで完璧に。え、でもこれどっちもいけんかった気がしたんやけどな。え、どこに行けばいいんやろ。あ、そもそもこっちの道が違うってこと？ちょっと鳥肌立ったんやけど、こんなに登って違っとったってことか。めっちゃ紛らわしいやん。じゃ、こっちの道ってことか。もうちょっと早い段階で分からせて、それ。じゃないとめちゃくちゃ魔力の無駄遣いなんですけど。やべえな、またなくなりそう。どうよどうよ。でも向こう側もう違うって分かったけん。くそー、めちゃくちゃ上まであるよ。あと半分ぐらい。こっちは違うっぽい。こっち側は？危ないな、持つかな。おー、来たー、来れたー。あざっす。凍ってるよ、大丈夫？ここはゴロンの勇者が眠る墓場ゴロ。ほら、勇者様の墓を作りにここに来たんだけど、あ、もしかしてあれ勇者？帰り道が雪で塞がっちまって、ゴロンの里に戻れなくなった頃。おまけにこの寒さで、オラの兄弟は凍っちまった。このままじゃ、オラもじきに凍っちまう頃。はぁ、こんなことなら、勇者様の墓を掘るときに見つけた温泉のお湯を取っておくんだった頃。温泉はもう墓石で埋めちまったし、あんな大きな墓石、オラ一人で動かせねえごろ。後悔先に立たずとはこのことだごろ。はあ。あ、やべえやべえやべえ。くぅ。なんてことだよ。あ、いたいた。どうも。体力の旦那が、オラの姿が見える奴がそのうち来るって言っていたが、あのフクロウのことかな。本当にその通りになった頃。オラの名はダルマーニ三世。誇り高きゴロンの勇者の血を引く者だ頃。ダルマーニ三世？なんか時のオカリナの時に出てこんかった。気のせいかな。まあ自分で言うのもなんだが、生きている時は百戦錬磨の強者だった頃。そう、生きている時は。そうだゴロ。ほら、もう死んでるゴロ。ゴロンの里に悪さをしている魔物を退治しようと、スノーヘッドに一人で乗り込んだまではよかったんだが、スノーヘッドから吹き出す吹雪で谷に落とされ、このざまだゴロ。悔しいゴロ。このままゴロンの里が氷漬けになっていくのをただ見てるなんて、死んでも死にきれないゴロ。そういや、体育の旦那が言ってたけど、おめえ魔法使えるんだってな。頼む。オラを魔法で生き返らせてくれ。無理じゃない？いや、できないのなら生き返らなくてもいい。オラの思いが癒されるのなら、どんな方法だっていいごろ。癒すとは？今のおめえならできるはずだ。頼む、何か方法はないごろ？なんかそんな感じの歌があったな。歌というか曲というか。
なんかあったよね。目覚めのソナタ、誓いの号令、体力の、これ癒しの歌？左右下。癒しの歌を奏でた。これどういう効果がある歌やった？いい曲だごろ。オラの気持ちが曲の中に溶けていくごろ。大丈夫？成仏する？もしかして。なになになに？あ、昔の記憶？走馬灯やないん。もうしんどるけど。成仏する直前にもあるんやない？もしかして。召されてく？なに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 ？お面？てかやっぱ召された？ねえ、召されたね。オラの気持ちをお面に預けるごろ。オラが生きていた時のことは墓に刻んであるから呼んでみるごろ。ほう。おー、ゴロンの仮面を手に入れた。誇り高きゴロンの勇者の魂が封じ込まれた仮面だ。でもなんか、さっきのゴロンの勇者に比べて、えらいなんか、その辺のゴロンと同じ可愛らしい顔になったけど、もっといかつくなかった？Cで被ればゴロンの姿に乗り移ることができる。外せば元の姿に戻ります。ふんふん。ゴロンの里のこと、頼んだゴロ。まあ一応成仏したってことなのね。見たこともない文字で書かれている。読めんやないか。どういうことやねん。生きとる時のことを教えろよ。ゴロンの力で何するんやろ。とりあえず、一旦、外におる兄弟とやら、解かせるかな。そんな力はないかな。やっぱりホラーだな。でもあの声がなければギャグとしてもいける気がする。おめえ様、ダルマーニ様じゃないごろ？じゃあオラが作った墓は一体誰の？もしかして墓の下があったか、ん？あったかかったから生き返った頃か？そういうことじゃないんだ。丸まり、パンチ。パーンチ。無理やった。丸まり。やっぱ溶かす力はないんだな。なるほど、なるほど。これ普通に降りられる？無理よね。無理っすよね。忘れた。ちょっと待って、普通に。ワープがしたいんだけど、下、左、上。よいしょ、OK。それぞれみんな楽器が違うね。太鼓や、太鼓や。さあ、これでちょっと一旦、山里、下に降ります。でもあれか、私がこの姿でうろつきよったら、みんなその、何やった？ゴロンの勇者と間違えてしまうけん、なんかね、死んでお墓を建ててもらったのに、なんか誰も行かんくなるんやないん、大丈夫？君はもうお腹が減って死にそうやけん。勇者どころじゃないっすね。パンチと丸まり。パンチで雪玉が壊せるって言ったんやっけ？これのことか？あ、ハートが出てきた。やったね。あ、草むらと同じような扱いってこと？助かるー。ただなんかこの攻撃をするときにさ、若干このスピードが押す。あ、でもパワーがあるか。このあ、ちっこいのもいけるんや。なるほど。ね、若干この、
スピードが遅いけんさ、振りかぶっとる間にやられる可能性。しかしこの一発あたりのダメージがでかいね。二発でやっつけたよ、ウルフ。でも氷は壊せないと。なんかそこ穴が氷で塞がれとるな。意味があるんかな、なんか。しかし当たらなければ意味がない。よし。いや、いいね。呪いけどいいね。さあ、とりあえずゴロンの里に戻ってきた。定期的にあの、え、絶対あれよね、え、絶対雲の落とし寄ると思うんやけど、違うんかな。あそこに寄るデクナツなんかな。なんかあそこおるよね、下。目が光おるのは見える。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、てことで、ゴロンのお面を手に入れて新たな能力が使えるようになったね。あとは、まあ、なんか入り口のところにおる門番やっけ、あいつに言ってまた祠？遺跡？まあ、祠を開けてもらわんといかんのかな。そこに進んでったら、ストーリーが進むんかな。わからんけど。